談は新庁の具体的な課題について、オープンなので議論をして、課題の解決に向けて一歩でも前へ進めることを目的として、開催をしております。本日は忌憚のないご議論をお願いいたしまして、有意義な対談の場となるようどうぞよろしくお願いをいたします。それでは対談を始めていただきます前に、知事と志摩市長のお二人から一言ずつご挨拶を頂戴したいと存じます。まずは知事からお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今日は日曜日にもかかわらずですね、この一帯一対談のお時間をいただきまして、大口市長本当にありがとうございます。またお忙しい中お越しいただきました山本県議はじめ多くの皆さんも本当にありがとうございます。何と言いましてもですね、5月26日、27日のサミット、これが大成功、かつ無事故で終えることができましたのも、志摩市の皆さんの様々な面でのご協力あってこそだというふうに思っておりますので、改めて感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。もちろん、志摩、あるいは伊勢志摩、それから賢島、それぞれ知名度も上がったと思いますし、夏休みも、いろいろこの観光客なども増加をしているというふうに聞いています。あれですか、賢島などの船、パルケエスパーじゃない、エスペランサ号ね、あれもなんか6月1月なんか対前年と比べて7割ぐらい増えているというような話もありますし、ぜひですね、我々も県もしっかり頑張りますけれども、この今増えているところさらに広くですね、いろんな範囲のところにこう行くように、またこのサミットのチャンスをですね、皆さんでしっかりと掴んでいただけるということを期待をしたいと思いますし、我々もしっかり頑張ってまいりたいと思います。そういう観光スポットのみならず、伊勢海老とかですね、はじめとした食材もたくさん使われましたので、ぜひチャンスを生かしていただければというふうに思うところであります。それから今折しもオリンピックやっておりますので、残念ながらメダルとはいきませんでしたけれども、志摩出身の山口選手も大活躍して、女子のバレーボールも盛り上がったところであります。スポーツの関連では志摩の海も、ちょうどサミットの時でしたかね、活躍をしてくれるというようなことで、このスポーツ観光都市宣言をされた、この志摩市でありますから、ぜひこのサミットを生かしての、この観光のみならずですね、今トライアスロンなど盛り上がっていますから、スポーツもぜひですね、力を入れて取り組んでいただきたいと思いますし、私どももしっかりとサポートしていきたいというふうに思います。それからまた何よりも嬉しいニュースとして、この伊勢志摩国立公園が70周年を迎えるこの年にですね、国立公園満喫プロジェクトで伊勢志摩国立公園をナショナルパーク化するというところに8つのうちの1つに選定をしていただいたというようなことでありまして、これもまたこの自然体験、あるいは志摩市で進めていただいている里の実、そういうことも含めてですね、本当に今後の伊勢志摩国立公園の保存活用、そういうことを含めたですね、追い風になったというふうに思っております。11月に70周年の記念事業、全国エコツーリズム大会をはじめですね、迎えるわけでありますけれども、皆さんと協力して盛り上げていきたいというふうに思っておりますので、何卒よろしくお願いをしたいというふうに思います。さまざま、この今いろんな、出来事が集中しておるしましてありますので、ぜひこれを地方創生に結びつけていただきたいと思いますし、県としても市と連携して取り組んでいきたいと思います。今日は限られた時間ですけれども、有意義に過ごしてまいりたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。続いて大口市長の方から、はい、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。知事には本当にこのような貴重な時間をいただきありがとうございます。心から感謝いたします。それでまた先ほど知事もおっしゃいましたけども、5月26日の伊勢志摩市という大変ありがとうございます。で、知事曰く、このレガシーをいかに三重県政に生かすか、三重県の県政振興を図るかということで日夜心を砕いておられる。そんな中でも伊勢志摩のことに言及していただき、また先ほどは志摩市内の山口舞選手、志摩の海にも元気してありがとうございます。本当に知事のこういった心憎いほどのご声にいつも感謝いたしております。今日はまた地方創生ということでいろんなことをお話しいたしますけども、よろしくお願いいたします。本日は皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。
それではここで本日の進行についてご説明をさせていただきます。本日は大口市長から皆様のお手元に配布させていただきました資料の通り、3つの対談項目をいただいております。順に対談をさせていただきたいと存じます。なお本日の対談時間は14時までの1時間程度を予定いたしておりますので、対談の円滑な進行につきましてご理解ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。それでは早速ですが、対談項目1、地方創生の取り組みについて、対談を始めていただきたいと存じます。大口市長、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。志摩市創生総合戦略についてお話いたします。本当の45年後の人口減、その時にも志摩市が志摩市として生き残るためには約3万人の人口がいる。これは志摩市のみならず全国展開でたんですけども、そういった先々を見越したことで我々を総合戦略作りました。そこで、現在その総合戦略にのっとって43の具体的な事業を今開始したところであります。それは今年から始まったところ、それから来年予算をつけるところで、この5年間で解決するべき問題というのを43が抽出しました。で、この今回の地方創生の一番大元は、志摩市が志摩市のための人口減を止める、そして元は若者が住みやすい仕事の強化、そして若者がここで働ける仕事の創出、でそういったことに対して地方創生加速化公金を重として今進めております。次にこの一次産業を含めた裾野の広い観光産業の成長が地域にとっては何より重要だと思っています。このサミットで見られましたように、本当観光は裾野の広い産業ということで、例えば地物の食材、地元の理念業、いろんなものが構想をしながら観光できている。ですから観光産業の仕事というのは今市役所にとって一番大事なものでありますので、これについてもまたよろしくご配慮いただきたい。でまたこの、その観光産業で言いましても、ただ一次産業を含めて加わっておけるというのも新潟だけでなしに、これがいつまでも循環できる形、それが成長できる形で我々は今回の43の事業を取り組みましたので、これについてもよろしくお願いいたします。具体的にはですね、伊勢志摩地域の自然環境、文化、そして食という、今回サミットで示されましたこの本当素晴らしい観光資源をこれからも磨いていくために、そして、持続的な産業として取りたいには頑張っております。その中で特にこのサミットで示されたんですけども、我々はもう常々観光と言いながら、じゃあ果たして観光産業にどれだけ力を入れとったというのを反省させられました。例えば学校案内板が問題だとか、実際に訪れても英語をしゃべることはいないとか、そういうことで今回はガイド事業、これを観光のまちづくりの一つの事業でやっています。というのは観光するガイドが本当にお金になるように新しい職ができるということで、観光ガイド業の創出事業をやっております。でこれはこの資源を見つめ直して、この地域が良くなっていくための観光まちづくり事業の一環としてやっております。先ほど言いましたように、そうは言いましてもこれまでの反省というのは、実は観光と言いながら、じゃあ何人観光客が来ていくら金が落ちたのか、いくら使っていただいたのか、そういったような基礎的な数字がつかんでおりませんでした。やっぱり定点観測をしながら具体的な数値を持っていくのが大事でございますね。今回はそういったその把握に対しての事業も今始めております。で加えて知事からご推薦いただきました東北大学の大学院環境科学研究所の古川教授さんですね、これでもお話しさせていただきましたけども、本当に古川教授は今の廃菌主義、それから楽な生活から本当に利便性の高い生活、そこに人間の心が宿るような本当に温かい生活を求めるためには、過去を見て現在を見て、そしてエネルギーが少ない時でも人間豊かであった、そういった人の暮らしをいくらかでも現代に還元できないかということをやっていたということで大変ありがたいです。今回も泣きの方々とお話していただいて、特にそういったまず大王朝の泣きというところを今古川教授がいらっしゃるんですけども、そこのご老人さんの方々から過去の良きところを聞き出して、
現在とマッチングさせる、そういう事業をしていただいてですね、大変ありがたいと思っています。これも28年とか始まっているということで、この結果をいただいた知事には、ここが書いてある。これがまず、志摩市創生総合事業についての一番大事でございます。またご意見、ずっと行きますか。はい、それでは、次の、はい、では、そうね、これを踏まえて、言っていただくのに、今、志摩市の、総合戦略についてご紹介をいただきまして、この観光産業が、裾野が広いんだという部分の認識については、大変重要だというふうに思っています。我々も、この4月からスタートした観光の新しい計画の、ポイントは、観光の産業化なので、観光をそのお金がしっかり循環する産業にしていこうというのが我々の思いでありました。それと共通をする思いでありましたので、やっぱり今まで観光もそのなんていうか単純にイベントをどんどん売っていったりするというのではなくて、まあ普通例えばものづくりで試作品を作ったりする、まあ例えばものづくりであればマーケティングをやって、で研究開発をして、で試作品をやって作って、でそれで市場に出してみて、でそのコスト削減のための努力をし、人材育成をしたり、あとは事業環境整備をしたりっていうのが産業政策として当たり前のことなんですけれども、観光ではそういうのがなってなかったので、まあ、そういう仕組みをしっかり作って観光を産業化し、まあ、観光でお金が増えるようにということにしていこうというふうに我々も思っております。とりわけ観光のについてはその計画においても、この4年間我々三重県としては観光入り込み客数を一番の目標にするのはやめまして、観光消費額を一番の目標にし、加えて、まあ、その消費に直結する宿泊者数というのをなるべく重要な指標としようと、であとリピート移行率とかっていうのを重要な指標としようというふうにしてきましたので、まあ、今おっしゃっていただいた、そして観光というのは本当に小規模事業の皆さんも含めて、ある産業でありますので、ぜひ、そういう観光産業化、観光産業の成長を通じた地方創生というのは大変共感できるところでありますし、しっかり連携して取り組んでいきたいと思います。はい、これについて本当にありがたかったのは、今回伊勢志摩サミットを賢く開いていただいた、非常にありがたいです。というのは、そのこの今地方の空洞化というのに誇りの空洞なんですね。自分たちの町を知らない、自分たちの町を愛しない、そういった子どもたち大人たちが増えていって、いつの間にか、そして結局は地元に愛がないということで、地元に対する意欲がない、こういう方たちの払拭をするために今回サミットに出て、あの時にもう知事も頑張っていただいて、安倍総理の口から日本の原風景政治性が体感できる、しかも人のショックを味わいたいといただいた、そういった世界の要人が来ていただける街であるということに改めて気づいた、このことが本当にこの志摩市にとって一番ありがたかったし、我々がこの地方創生していく、また志摩市を進行していくためにも大きな力をいただきました。でこのことにつきましては、これから子どもたちにもまず学校の方で、サミットの勉強をしながら、なぜ志摩市にサミットが来たのか、サミットができたのか、その時に我々は何を出したのか、どんな対応ができたのか、こういったことをこれから細かく子どもたちに行くと記憶しながら、まず自分たちの町への目を向けていただきたい、でまた大人たちもそういう町なんだということで目を向けていただいて、地域全体でこの町をしていきたい。ところがそうは言いましても、平成16年に合併しましたから10年経ったんです。実は合併前の50年間はそれぞれの町々が自分の町のほどに一生懸命だった。合併してみると不思議なもので、それまでの頑張りが滲んでしまう、滲んでしまって、最初の何年間にきちんとした政策がないと、どうしても町にまとまりなくなる。その中でこう悩んでおく中で、まず運動、それから地域経済に着目して、早速やったわけです。稼げる学びがすると、やったわけです。そこでまず地元を見てもらおうと思ったんですけど、そういう歩みの中で今回は国の方から、創生総合戦略の法定計画を立てることで、これ今、理にかなったんで、我々と大変嬉しいことです。その中で一番大事なのは、まず子どもたちが学ぶ、それから知っていただく、そのための手立ては何か、いろんなこと、きれいなことを書いてあるんですけど、一番大事なのは、私考えているのは、
今志摩市に大きな企業があります。近鉄さんとそれからスピン村とかホテル業で今回泊まっているベースイートなんか、こういう方々といかに連携するか、できれば将来的にはうちの総合政策課に営業課とかに起こされながら、そこに企業の方々が自由に出入りできる、で自由に出入ることに我々もこの企業に自由にできる、で企業の戦略を志摩市の戦略する、でもちろんそれは迎合ではありませんけれども、そういった形ながら、まず地域を挙げるためには地方の方々が動くということで、すごくための場作りしてみたいと思っています。でもう一つはこのサミットで知ったことなんですけども、実は意外と地元の方が地方と違いない、もちろん合併したんだけども、実は隣の町の町にも行かないで、なんとなくやってるな、そうでなし今回はやっぱり勉強していただく、でこれは学生と中学生に学ぶだけだし、一般の方も知っていただきたい、でそれ以上にまず地元の職員が地元を理解するため大事だと、その際には私が考えていますのは、各部長が合併する前に作った庁舎があります。庁舎を全部紐解いていただいて、胸の中に改めて志摩市を作る、そのことによってもっぺん町が見える、一緒に語れる、そういった人材作りを今職員にやってみたい。もう一つは市民の方々なんですけども、実は隣の町のことを知らない、一番簡単なのは観光協会に置いてあるパンフレット、このパンフレットができたら各家庭に配ってもう一遍新しくやりました。本当に観光観光って言っていたんですけども、サミットをした、それから来ていただいた、そしてその時に志摩市民は全員で頑張って力を合わせてできるんだと実績ができた、これを我々は知事によるレガシーができてたんですから、またこれを生かしていくためにそういった細かいことをしながら町を越えてきた、こういったことについてまた知事からご意見いただければありがたいかなと思います。ありがとうございます。実際に改めてこの県民の皆さん、志摩市のみならずですね、三重県民の皆さん全体が三重県のことを知る機会になったという、それは本当に共通していると思います。例えば志摩市のことではないんですけど、例えばこの志摩観光ホテルで行われたワーキングディナーで使われたその松阪牛のフィレ肉の横についていた わさびっていうのは、宮川村っていう、大台町で作られた、宮川村でわさびをやっていたっていうのを知っている人っていうのは本当に限られていて、大台町の中でも知らなかったけれども、それによってみんなが知ることができたとかですね、そういうようなこのサミットがあったことで、このみんなでいろんな自分たちの地域の資源を改めて知ることができたというようなことは非常に大きな財産、レガシーだというふうに思いますので、それを共有をしていく仕組みをですね、取っていかれるということは大変重要だというふうに思います。それからまず自分たち自身が知るというようなことについては、昔の統計ですけども、ジャランというのが出している統計で、自分の地域を好きな人が割合、自分の地域を好きだという人の割合が多い地域ほど、観光客が多いという、そこに相関関係があるというですね、因果関係とまでは多分言えないと思うんですけども、相関関係があると、つまり自分たちの地域が好きだと思って、自分たちの地域を PR をしたり、自分たちの地域に来てくれた人をおもてなしすることで、改めて人が来たり、またリピートしたりということにつながっていくと思いますので、まずその前提としての自分たちの地域を知るということは、その地方創生の大前提、あればサミットをきっかけとした取り組みとして大変ふさわしいのではないかなというふうに思います。それでもう一つは、そういった人々が自分続きを図る、安心で生きていくための医療環境たくさんございますので、またこれからいろいろとご相談よろしくお願いします。続きまして、今回、伊勢志摩サミットが成功され、非常に知事と行かれ、東京行った時も、総理からお褒めいただきました。そこで、これをさらに防ぐために、この地域の特性を生かす伊勢志摩ナンバーも実現したいと。この間、一緒に行っていただきましたけども、この伊勢志摩ナンバー、今注目されている伊勢志摩だからこそ、実現する可能性があると思うんです。で、このことこそ、知事のレガシーを人々の心に焼き付けるための、刻印だと思いますので、これにもまたよろしくお願いします。この伊勢志摩ナンバーを導入ということで3番に行きましたけども、これについては鈴鹿市もやっておりますけども、なんとかこの伊勢志摩地域でも
掘り生かすために国への働きかけ、また知事のご尽力を、またそのリーダーシップの下で一層のご支援いただきたいと思います。それで我々もそういったこともしながらですね、伊勢志摩地域プレシデントサミットが開催された、その開催した自治体責任を持ってこれについては対応していただきますので、これについてのご意見をお願いいたします。はい、ありがとうございます。伊勢志摩ナンバーにつきまして、去る7月21日にですね、志摩市さんと伊勢市さんと戸川市さんと県で合同で、要望に行きました。でこれは、ご案内の方も多いと思いますけれども、改めて申し上げますと、そういう、いわゆるご当地ナンバーをやりたい人手を挙げてくださいねっていう募集自体がそもそもないとですね、これ実現できないの で今まで2回ありました。でその3回目の募集をまずやってくれっていうお願いにこの前7月は行かせていただきました。ですので、もちろんその募集が始まってから伊勢志摩ナンバーのこの実現ということに働きかけをしていく必要もあるんですけれども、全国的にそういうご当地ナンバーを盛り上げてよねっていう、もう一回募集やってよねっていうような機運の醸成っていうのも大事でありますので、そうじゃないとそもそも国交省は募集しませんので、そういう募集が始まるように全国の仲間に働きかけるっていうのはですね、我々もやりますし、市長のこの横のつながりでやっていただいたり、あるいは民間企業の皆さんの観光協会とかですね、この横のつながりでやっていただくということは大事だと思いますので、ぜひそれは連携して取り組んでいきたいと思っております。合わせて国交省のその自動車局の方からアドバイスをいただいているのは、平成30年度に図柄入りナンバープレートっていうのができます。ナンバープレートに図柄を入れてもいいようにっていう法律改正が以前されて、それが平成30年からスタートをすることになります。これはもともとオリンピックに向けて の盛り上げっていうのがあったんですけども、でその図柄入りナンバープレートのところに、そのタイミングに合わせてこのご当地ナンバー、伊勢志摩ナンバーっていうのが入っていくような、そういうタイミングを目指す要望っていうのがいいんじゃないのかっていうですね、国交省からアドバイスをいただいておりますので、ぜひ我々としてもそういう形で、汗をかいていきたいというふうに思っておりますし、一定の登録自動車数、台数が必要でありますので、そういう部分 の連携の調整なんかもですね、一緒になってやっていきたいというふうに思います。いずれにしてましても、先ほど申し上げた、まずそもそもの第3弾の募集につながるようにですね、この国交省としては、さっきも言いましたような図柄入りナンバープレートもこう手挙げてもらう方式になるので、 それ自身もせっかくそこはもう決まってるから盛り上げたいっていう気持ちがあるので、それに便乗してじゃないですけど、全国的に盛り上がって第3弾募集があるようにですね、しっかり働きかけを一緒になってやっていきたいと思います。またこの質問よろしくお願いします。また今回伊勢志摩孤立公園の70件がこの年末にありますので、それに向けて加速つけていただきますので、よろしくお願いいたします。次にこの地域の活性化の中でですね、地域 DM の構築というのがあります。この伊勢志摩地域がこの三重県の活性化にも我々としてできること、で観光関連産業の振興であり、これは志摩市としても、この先ほど言いましたように観光産業を通じて県の一翼を担いたいと思っております。そういう意味で今回はこれをどう成長させるかが大きなテーマになっております。その中でまた観光産業を起こすためには、今までの国内誘客と同時に海外からインバウンドをどれだけ誘致するかにかかってきております。現在県を通じてまた国からのご支援いただきながら、地域 DMO の構築と機能化に取り組むところであります。この地域の DMO の取り組みを評価して、伊勢志摩地域の観光関連産業を爆発的に成長させるには、伊勢志摩地域として欧州からのインバウンドやアジアの輸送といったターゲットを絞ったマーケティングを実施して、各地域の DMO の取り組みと連動することが必要だと思っています。現在我々も地域の中で若い連中がそういった DMO のオーガニストがいます。例えばスポーツ観光スポーツコンベンショングループなんかでは、もうトライアスロンを誘致したりとかからいろんなことをしながら地域の活性化を持って、それで彼らがいかにこう行政と組みながら DM になっていくか、
あともう一つはこの地域でダンスサミットやってます。このダンスサミットやるグループがいろんな文化活動とかこういうのを行政とどういう DM になっていくかとか考えておりますので、そういったことについてもまたご視聴いただければありがたいと思います。はい、ありがとうございます。本日ね、来ていただいている皆さんはもうすでにご存知だと思いますけども、改めて申し上げます、 DMO って何やねんっていうのは、ディスティネーションマネージメント、あるいは、マーケティングオーガニゼーションということで、その観光としてこの地に来てもらうためのマーケティングとか、PR とか、いろいろ、あるいはいろんな人たちを巻き込んだ、管理マネージメントですね、そういうものをやる組織のことを DMO というふうに言います。でこれは元来、例えば、観光協会とかですね、そういうものが日本全国にはたくさんありますけれども、じゃあその観光協会がその入り込み客のビッグデータとかを、例えばどういう国からどういう年齢の人たちが何泊ぐらい来てどんなとこ行ったとかっていうですね、データを整備をし、そのデータを活用して、じゃあ台湾からのお客さん、台湾からの40代の男性からのところが多いということであれば、そこを集中したマーケティングをやるとかっていうことを、例えばそういうことをやっていた組織が日本の中で、あるいは三重県の中で、志摩市の中であったかっていうと、多分なかったというふうに思います。ですので、それを行政でそういうのをやりきるというよりは、民間の力を借りてそういう DMO というのを作って、その観光のマネージメントをしっかりやっていこうというのが DMO の制度で、それを作るんだったら応援しますよっていうのが、国の今回の地方創生の中の取り組みの大きなポイントの一つであります。で、三重県としましても、まず地域版、単独市長または複数市長の DMO、 これ地域 DMO と言います。これの設立を今年度中になるべく促していきたいと。で、29年度中に全県 DMO、 三重県の DMO で、またそれ以降に必要があれば県を超えた広域 DMO、こういうものをですね、創設に向けて取り組んでいこうというふうに思っておりまして、今市長がおっしゃっていただいたような、スポーツコミッションとかですね、あるいは伊勢志摩コンベンションとか、そういうところをベースとした地域 DMO を作っていただくというのは今大変ありがたいことであります。今我が県の中ではですね、大台町さんが地域 DMO の登録を済ませています。大台町の観光協会が株式会社化だったと思いますが、していて登録法人というのになっていく形になっています。大台町さんはユネスコエコパークの認定を受けたということもありますので、自然体験を中心とした、山の自然、山とか川の自然体験を中心とした DMO という形で、進めていただいております。海外ではこういう DMO みたいな組織はもう当たり前になっていて、こういうのが、ない方がおかしいぐらいの感じなので、三重県としても、積極的に地域 DMO、 あるいは全県 DMO の、を取り組んでいきたいと思ってます。で、それでこの三重県の観光審議会の委員もやっていただいている、今スイスのツェルマットっていうところにいる山田圭一郎さんというカリスマ観光の人の一人なんですけども、彼からもアドバイスされているのは、観光のその DMO は大事だけど、それとちゃんと街づくりが連動してないと意味がないと。その中、観光に来てもらうためだけのマネージメントとかマーケティングとかをやるだけのその DMO だったらあんまり意味がなくて、街づくりと連携をして、そのじゃあこういうふうな誘客をするから、ここの地域のこういう人にはこういう役割を担ってもらうとか、こういう地域のこういう部分を整備していこうとかですね、その街づくりと連動した DMO の取り組みっていうのが大事だというアドバイスをいただいているので、まさに地方創生そのものなんだと思います。なので我々県としてもいろんな連携をして、情報提供とか意見交換とかサポートとか協力をしっかりしていきたいと思いますけども、まさに冒頭に市長がご説明いただいた地方創生の根本の軸に沿った形で DMO をやっていただくのが一番いいのかなというふうに思っておりますし、早期にこういう DMO ができるような形のですね、取り組みをしっかり私どもも協力していきたいと思います。それからその時にやっぱりマーケティングの時に大事なのは、目線ですよね。来てもらう人の目線、この我々がこれええと思っててもですね、その
それがほんまにええかどうか、実はもっと違うものの方がいいんじゃないかとかですね、今回のサミットでも海外メディアの皆さんに36カ国地域のメディアの皆さんに来ていただきました。で、食事食べてもらいましたけども、我々だとなんかこう最初にハッスンみたいなね、最初出てきますよね、食べ物でいろんな種類の季節のものがちょびちょび乗ってるようなハッスンみたいな、これ別に僕ら当たり前で受け止めてますけども、ああいうのってほとんど手つけないですね、海外のメディアの人。なんでか、わけわからんから、わからない、わからないものは手出さないです。ちゃんと説明が、例えば、アワビって言ったらわかりますよ、これアワビですってすぐわかりますけど、ハッスンってなってて何が何か全然わかんないわけですね。わからないものには手を出さないというのは基本的な、我々海外旅行行ってもそうでしょ、全然見たことないものがわからないものとか、どうやるなっていうのを、まあね、今日何か分かってない人もいますが、一部の人だとこうチャレンジする人もいるかもしれませんけど、そうそう分からないのは手を出さない。じゃあそれを分かるようにするにはどうしたらいいのか、観光立国論を書いていただいているデイビッド・アドキンソンさんも言うてましたけど、例えば伝統文化の説明においても、江戸時代って僕ら当然のように分かってて、その英訳でも江戸エラーって書きますけども、で江戸時代って何なんて他の国の人からしたら、江戸時代知らんやん、何なん江戸エラーって普通に書いてるけどっていうふうに、じゃあそういう目線をどう変えていくかみたいなのも、それを行政で全部が全部やってたらダメなので、地域づくりと DMO とが一緒になって、地域全体がそういうことを目線に合わせていくっていうか、目線を意識した、顧客目線を意識した対応にしていくっていうことが大事ですので、あくまで DMO は先頭に立つ組織でありますので、地域全体の市民の皆さんのご協力というのが欠かせないということだというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。本当に知事おっしゃるように、我々がこれまでずっと10年間しましてきたら観光地域振興と言っておったわけですけれども、そういったいろんな組織とのつながり、そういったのが正直言って鎖がつながってなかったと思うんです。今回サミット、皆はサミット万能薬ではありませんけども、サミットしたおかげでやっぱりそれぞれの商工会、観光協会、工業界がいろいろ自分たちの役割を受けてきた。それをいかにして我々、行政がまとめるか、でまとめていただけるかというのもよく分かりましたし、これについても我々もしっかり考えてた。もう一つはそういった方々にも今回のサミットを通じて自分たちの地域における役割分担をしっかり認識いただく、それをいかに出し合うと今度はしばして大きくなれるかというのが見えてきましたので、これについてよろしくご質問いたします。次なんですけども、今回先ほど冒頭言いましたように伊勢志摩国立公園70周年ということで、市長すみません、1個、はい、僕市長から問われてて言い忘れたことが1個あったんです、すみません。ポストサミットの関係のやつで、最初の方におっしゃっていただいたやつで、この地域のねサミット開催地の有効活用ということで、ご案内のとおり、今すでに、申し上げている通り、この、年度内、まででですね、サミット記念館をこの賢島、この島市に、作るということで、現在準備を島市さんと共にさせていただいております。もちろんその中身について、我々も当然しっかりやっていきますけども、いろんな、ミュージアムとか記念館とかのこの反省を教訓を踏まえたですね、その双方向の また行ってみたいとか、あるいは一度は必ず訪れてみたいというふうに思うような記念館にしていきたいと思いますし、そしてその記念館だけじゃなくて、記念館でこの展示されているものと、その例えば賢島なら賢島の中のいろんなホテルとかのですねでのこう展示とか PR とかがこううまくつながっていくようなですね、そんな形で我々もご協力をお願いをしていきたいと、民間の皆さんとかですねしていきたいと思いますので、ぜひこのサミット記念館も生かした、取り組みをですね、ぜひ島地さんと連携をして取り組んでいきたいなというふうに思っております。このサミット記念館なんですけども、実は我々としても大きな政策の要がうちの方の事業の一つでおります。県が作っていただいたからで終わりなしに、やっぱり賢い県作ることによって、今まで正直言うと伊勢神宮にお参りに来る、で鳥羽に泊まる、で鳥羽から島へのお客さんが少ないと、今回そういったことでサミット記念ができればこちらへ引っ張る要因にもなるし、また今度はサミット記念ができれば今度はアゴワンを周遊する、でアゴワンでいろんな事業をしながら実は島へ来てやっぱり学んで遊んで稼げるんだという場所を作ったと思って、そういう位置づけで我々を捉えております。
ですから今非常に知事をおっしゃっていただいたんだけども、なんか短期間の設定なしにできればもう永続的に設置していただいて、これがもう志摩市の発信、それで三重県の伊勢志摩サミットの発信になるような場所にしたい。でこれを起爆剤にしたい。当時これは近鉄さんの土地ですもんで、できれば近鉄さんはこの間は大阪の海遊館を市会の支配になったと。ですから向こうの方ではそこを見せる。でこちらにある賢島マリンランドは体験を出したいと。そういうことで我々も先ほど言いましたようにこの DMO なんですけども、企業と組みながら、で行政も組みながら、それへ観光業がいながら、実は来ていただいてサミット記念館で学んでいただく、で地域を見ていただく、それで今度は志摩市を見ていただく、そういうふうにしていいんだと思ってますので、かなり大きにつけないと思うんですけど、まずよろしくお願いします。もう一つは、サミットが終わってもう2ヶ月以上経ちますけども、だんだんと記憶が薄まっていく中でも、志摩市一番ありがたいのは、今度はサミット記念館を作るとで、もう一回伊勢志摩サミットのフィーバーが来るということで、我々は大変期待していますので、その説明よろしくお願いします。それでまだこの賢島は、実は近鉄が名古屋、大阪、京都からお客さんを連れていただける終点、翌日には今は名古屋、京都に始発点になる。そういう意味で、その電車に絡めてできたら、三重県の上発信の基地にしたい。これは志摩市だけでなしに、そこにある程度の施設を置いて、伊勢志摩が説明できる。で、ここに来ていただいたら、三重県が説明できる。で、三重県から調べていくようなことを考えてますので、まあ、その説には、ぜひともいろんなお話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。さて、話したことで申し訳ありません。伊勢志摩の公園がもう70周年ということで、今、協会長の山本健樹さんを見ておられますけれども、今回、知事のご努力、本当にありがとうございます。で、国へも陳述いただいているということで、国立公園の満喫プロジェクトが今回示された。非常にありがたいです。ですから、これがもう、この7年当たったことで、嬉しい。で、11月に言いましたように、その記念大会がある。そういう意味で今回は、このサミットを含めて、栄光についてもありますということで、ぜひともこれには知事の参加いただいてですね、よろしくお願いします。この満喫プロジェクトについて、また知事の方から何か一言あったらお願いしたいと思います。ありがとうございます。まずは、今日山本協会長来ていただいておりますけれども、伊勢志摩国立公園協会の皆さんや、志摩市の皆さんもですね、一緒になって、このナショナルパーク化指定されるように熱心に働きかけをしていただきまして本当にありがとうございました。もともと5カ所ぐらいと言われてたのが8カ所になったということは、まあ、これ僕の国にいた経験からしてもですね、超激戦であったという証拠であろうというふうに思います。もともと32か33国立公園があって、そのうちの16か17ぐらいが今回手を挙げて、で、まあ、8になったわけでありますけれども、まあ、相当激戦であったという中で、まあ、それを勝ち切れたのは一定の課題がある中で勝ち切れたのは、まあ、私丸川大臣にも直接何度もご連絡させていただきましたけれども、やっぱり地域の熱意っていうのが非常に大事だったということをおっしゃっていただいておりますので、やっぱり地元の皆さんのこのやるんだというですね、まあ、そういう思いがちょうど強かったのかなというふうに思っておりまして、改めて感謝を申し上げたいと思いますし、このサミットの直後であったということや、この70周年の記念事業を迎える前ということですので、まあ、大きな弾みがそれらについていく、ポストサミットとか70周年記念事業に大きな弾みがつく、まあ、そういうナショナルパーク化の選定だったというふうに思っています。で、一方でこの選ばれて終わりではなくて、丸川大臣のところにお礼に行ったときも同じこと言われたんですけども、選ばれてからがスタートなんですということを言われています。いろんな取り組みをやらないといけません。また後にちょっと詳しく説明しますけれども、たくさんやらないといけませんので、まあ、できれば今月中ぐらいにはそのナショナルパーク推進協議会準備会みたいなのを立ち上げて、こう皆さんにご協力を得てですね、まあ、いろいろ、こうなんていうんですかね、ナショナルパーク上を求められているのはこうビューポイントみたいなのを選定して、ここからが眺めがいいですよと、でそれを保全する仕組みも作らないといけないですし、
あるいはその地元の大学とかいろんなこう企業とかと連携したその地域観光を担う人材のを育成する仕組みを作りなさいとかですね、あるいはバリアフリー観光とか Wi-Fi 無料アクセスポイントを増設しなさいとかですね、あるいは、ここの伊勢志摩国立公園の良さはこう人と自然が共生しているところであるものの、まあ、一定部分はこう隔絶感というんですかね、この自然もうここはもうそのままの自然が残されているねっていうその隔絶感を作らなければならないとか、あ、まあ、いろんなですね、あとはこう規模もあれですけどその無電柱化とかですね、まあ、そういうこととかもいろいろ言われていますので、あの宿題になってますから、ここからがあのスタートですので、まあ、あのいずれにしてもその70周年を機に今回ナショナルパーク化の選定によって伊勢志摩国立公園、私たちの暮らす伊勢志摩国立公園というものに関心を示すきっかけになったし、でそしてその行動を起こすきっかけにもなったと思うので非常に今回良かったというふうに思ってます。ぜひあの県としても連携してやっていきたいと思いますので、志摩さんや地元の皆さん、公園協会の皆さんと一緒に一人でも多くの方にこのアクションを起こしてもらうね、そんな形でいきたいと思います。ありがとうございます。おかげさんで本当にあの嬉しいことです。あのおかげさまでこの国立公園を本当に満喫できるために、まあ、うちの方ではサイクリングツーリズムのこの確立を市町村生活やっております。今の沼田の駅前でもサイクリング自転車を貸し出しやっております。でも正直言うとこの先々になりましたらヨーロッパや欧州からも来ていただけるようなちょっとまあ富裕層向けたツーリズムをやってみたいと思いますので、これにもご尽力をします。一番あの言いたいのはこの間賢島で一人ボートだと思いましたら、ある外人の方が来られていきなり私しかいなかったことでこうパッと写真見せるわけですよ。でその中に志摩市には2つの墓場が多くあるんです。賢島と、あ、じゃあ宇和田とそれから大王に、その写真を2つ見せながらここへ行きたいんや、どういったらいいんやことで私もつたない対応をしながら説明したわけですけども、まあ、こういった時にやっぱ案内板の設置だとかそういった本当に知事よりビューポイント の設定だとか非常に大事だと思ってます。でそれにつきまして一番大事なのは実はこのサイクリングロードをしようとした時でもほとんどが県道なんです。今回はサミットで結構大きなところはきれいにしていただきましたけれども、そういったところにもできたらご配慮いただくようにお願いしたいと思います。で今非常にあの駅前ではスポーツコミッションがサイクリングを受けながらでもう一つは説明しながらやってますので非常に頑張ってますので、こういったこともご指示よろしくします。はい、ありがとうございます。あの志摩市さんではねサイクリングフェスティバルとか伊勢志摩里海トライアスロンとかを、まあ、積極的に開催をしていただいて、あの誘客をねやっていただいております。あの私もあの里海トライアスロンこの前ね開会式参加をさせていただいて、非常にあの盛り上がっている雰囲気でしたし、まあ、地域と密着をして、あの日本スポーツツーリズム機構からもあの表彰をされたりとかですね、非常に評価高い大会になっていますので、まあ、ぜひこれを機にですね、あのサイクリングツーリズム進めていただきたいと思います。あの平成33年の三重常若国体でもトライアスロンの会場地として手を挙げていただいておりますので、ぜひさらに加速をしていただければと思いますし、まあ例えば道路管理者として何かこういうふうにやってくれっていうことがあれば、ぜひいろんな協議していきたいと思いますし、またPR とかあるいはその、僕はあれどこだな、広島の尾道に広島県知事との一対一対談みたいなのをやりに行った時に、しまなみ海道10キロ湯崎知事と一緒に自転車で行ったことがあるんですけども、でそこはやっぱり尾道ってすごいサイクリングツーリズム頑張ってるので、ポイントポイントで行った店、まあそればっかり選ばれたかもしれませんけども、行ったらちゃんとこの自転車かけるラックみたいなのが全て置いてあったり、まあこうジャケットみたいなの置いたりする場所とかもあったりしたので、まあそういうような環境整備、地元の皆さんにご協力をいただかなければならないような環境整備とかも含めてですね、一緒にやっていきたいというふうに思っております。それからスポーツツーリズムの関係では、志摩市にとりわけ大いに私期待をしているものの一つが、今三重県の観光で積極的に取り組んでいるゴルフツーリズムであります。ゴルフツーリズムもぜひですね、富裕層の皆さんが大変この関心を持っているやつですし、多くこの前も、あれ根室さんでしたかね、
にゴルフ来てもらったりしましたけども、タイのパタヤからですね、100何人来てもらいましたけども、一気に100何人来るんですよ。104人ゴルフしに来て、で長期滞在して、でその104人のうち20人はゴルフできない人で、20人は観光ずっと、一緒に回ってるというような状況でしたから、非常にこの今後消費額を増やしていくという観点でゴルフツーリズムは非常にいいと思いますので、志摩市は、まあ、伊勢志摩サミットで知名度が上がった、あるいは過去にはその全米の女子ゴルフのツアーをやるようなゴルフ場もあるわけでありますので、まあ、いずれにしてもですね、ゴルフツーリズムにおいて重要な地位を占めていただきたいと期待をしておりますので、どうぞよろしくお願いします。本当に四季を通じて雪の降らないということで、一年中できるということで、大変楽しいゴルフ場たくさんありますので、まず先ほど知事言われたように水野クラシック、東都クラシックがやられている方で世界で有名になりましたので、ぜひともこれも一つの使用総合戦略の中に組み込みたいと思っています。まあ、いずれにしましてもこのように地域の宝を磨き抜く、そして志摩市の宝を見つける、こういうことをしながら、まず地域の方々に協力いただきながら、この地方創生、またそういう地域の進歩を図っていきたいと思っています。またこの国立公園の価値を改めてですね、位置づけることも大事だと思いますので、その辺についてもよろしくお願いします。観光は観光と言いますけど、やっぱり本当に一番大事なのは地域の方々が観光に対してどういうふうに思っていただけるか、これは DM につながるので、 DM 以前にまた地域行政の支援もあるわけですけども、先ほど言いましたように話戻りますけども、地域全体で観光を取れるのが大事だと思ってますので、こういったことやな、また有効な手段とかあったらお願いしたい。というのは先ほど言いましたように、例えば観光パンフレットを一番簡単に地元が見れるということで、実は各家庭に配りたいと思うわけですよ。そういった時にまた県の方のパンフレットをいただきたいなとか、そういうことも思いますのでお願いしたいと。本当にいろんなことありますけども、とにかく地域のために頑張りたいと思ってます。よろしくお願いします。でもう一つは、今度はサミットに絡めたいので話違いますけども、知事はレガシーと言いまして、遺産のやっぱり酒のレガシー、食のレガシー、景色のレガシー、運転手のレガシーを生かして三重県の選手に上がってありがとうございます。我々としてはそれに応えるべく、実は志摩市の今度はサミットのレジェンドを作りたいと。レジェンド伝説を。またうちの副市長はこの加藤区長ですけど、関空省が来ていましたので、非常に今頑張ってるわけですけれども、それは思い切ったその戦略がならないねと話題にはなると言われたんですけども、実はそういうのを100ぐらい集めて、三重県のレガシーと、それから上津開催地のレジェンドを集めてです、この効果一番のどうかしていきたいと思ってますので、そういった時にご相談をよろしくお願いします。ちなみにレジェンドの人としては、景観との交流、地域の方々のもてなし、こういった一つのエピソードがたくさんあります。これは知事のブログにもたくさんありました。ああいったことも拾い上げながら一つの100の問題を作っていきたいし、またキャベの師匠がこの島の上だと、で家の議員団を泳いだと、ああいったことも一つのレジェンドです。こういったのためなら、実は七時の言うレガシーの中にそのレジェンドを振り込んでいただいて、より幅の広い形でこの実施しないと後世に伝えていない。でそれを伊勢の、三重の、そして鳥羽の島の地域振動を続ける、ひいては国連代表的程度、その辺のご支援とご協力をいただいております。はい、ありがとうございます。レジェンド、ぜひ、加えていただければと思いますし、先ほど市長から、国立公園の価値の向上というようなことでおっしゃっていただいて、この少し取り組みをご報告をしておきますけれども、国の方で今年度に制度が創設されました日本農業遺産というやつと、食と農の継承地っていう、この2つの、まあ認定制度みたいなのが今年度から、国で新しく作られました。食と農の継承地は、もう言葉通り、食と農業、これがつながった、こうみんなが訪れるべき場所というような、学ぶべき場所、そういうのが食と農の継承地でありますし、日本農業遺産は農業だけじゃなくて林業や水産業で、この次世代に残していくべきこの技術であるとか遺産、そういうものを、選ぼうというので、いずれも農水省ですけれども、やっています。で、食と農の継承地につきまして、これ県が申請主体になれないので、それぞれの団体にお願いして、とはいえ
もともともう絶対こういうのは行かなあかんということで申し上げさせていただいて、各団体の皆さんが頑張っていただいておりますので、そのご報告ですけども、まあ、食と農の継承地については伊豆島観光コンベンションの、を取り組みの主体としまして、神宮でつなげる伊豆島の食と文化の継承というのをテーマに申請書を国に既に提出をしておりまして、現在国で審査をしていただいております。これが選定されるようにしっかり働きかけをしていきたいと思います。それから 日本農業遺産、これは今回の本当サミットで多大なご尽力いただきました三重県真珠振興協議会の皆さんが真珠で、それから海女振興協議会の皆さんが海女漁で、この申請の準備を現在進めていただいておりますので、県としてもですね万全のサポートをして、これらが選ばれるようにですねしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。合わせてこれは今のは 農林水産業技術としての遺産でありますけれども、合わせてこれまでもずっと文化財としてやってきまして、県の鳥羽島の海女漁は県の文化財にしておりますので、国の文化財に早くなるように、また将来的にユネスコのところに行けるように、これも引き続き皆さんと協力をして取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいというふうに思います。そういうレジェンドがですね、先ほど市長からおっしゃっていただいたようなレジェンドがたくさん溜まっていて、うちも今、県民会議の SNS などで意識的に、こぼれ話みたいなんで、困難が始まってますよとか、例えばその、海外との関係でなくても、例えば伊勢市さんで、クリーンアップ活動を始めたあるまちづくりの協議会の皆さんが、その時に初めて清掃活動をやったんだけど、これはもう、コロナからどっと続けていこうよっていうので、この前8月7日に、この清掃活動をやってもらったりとか、それからサミットをきっかけに始まった取り組みがそのまんまあとも地域の一つの取り組みとして続いていくっていうような、まあ、そんなこぼれ話なんかも出させていただきましたんで、レジェンドの中にですね、ぜひたくさんそういうこう島市の取り組みがやっぱり島市ご当地やからいろんなレジェンドがあるなというふうにしていただけるようにですね、大いに期待をしていますし、我々もしっかり連携していきたいと思います。はい、ありがとうございます。それでこのですね、地方創生からの目なんですけども、その中で観光戦略が一番大事だと言いましたし、今知事もおっしゃっていただいて、観光客もたくさん来ていただこうと、そういう中で実はちょっと思いがあるんですけども、今知事と一遍台湾に来ましたけれども、台湾のお客さんを誘客したいと思っています。まあ、我々、県は高雄市とこの間 MOU に結びました。で、志摩市はタイトンと MOU を結びました。来年には台湾の新城門と友好都市を結びたいなと思っているわけです。そういった時に彼の地からたくさんの方々が来ていただくためには、やっぱり駐在員台湾に、そういった場合は知事の方でお考えになっているのか、そういった県のもしお考えのところで志摩市も乗ることができないのか、そういうことも一つ合わせてちょっとお聞かせいただきたいと思います。はい、今年の1月ですね、志摩市長と共にお邪魔をし、私は立ち会い人という形で、志摩市と伊賀市と、そして台東県の MOU を結び、自治体間連携の MOU を結んでいただきました。これはもうね、志摩市の方はよくご存知だと思いますけども、台東県っていうのは、サーフィンとかですね、もう本当に台湾の中で最もサーフィンが有名な場所と言ってもいいようなところでありますし、観光文化、そういうものが非常に盛んなところなので、この志摩市とですね非常によく似たところを持っている場所であります。加えてたくさん の若者がですね、大学とかもあって若者とかもたくさんいる、非常にいい場所であると思っております。で、高県庁知事さんですね、とかが主催してくれたいろんなレセプションで、大串市長がですね、もう大人気でたくさん飲んでいただいて、皆さんから大変人気を博していたところでありましたけれども、もうやたらめったら飲んだんじゃないかというふうに思いますが、ああいう形で台湾との関係を、発展させていただくというのは、我々も、今、最も国際戦略で力を入れているのは台湾ですので、県だけじゃなくてそういう市庁における取り組みがさらに進展していくことは大いに期待をしていますし、台湾政府も期待をしているというふうに聞いています。報道ペースですけども、昨日やったかな、おとといかの蔡英文総統の記者会見でも、その地方同士の日本と台湾 の、 その地方同士の交流が進むことを期待したいというような、
記者会見の報道もありましたので、あのぜひそれは時期を得たものだと思いますし、向こうもウェルカムであろうというふうに思っております。で、駐在員の関係は台東県は、南の方にありますの で、うちは今申し上げた高雄市という台湾の、ナンバー2の都市ですね、あの台北の次に大きい南部の都市の高雄市の、交流協会っていうですね、まあ台湾は一応国として認定されてないので、あの大使館を置くことができないので、あの大使館の代わりに交流協会というのがなっています。で、まあ、日本でいうとその交流協会の本部は台北にあって、高雄に交流協会高雄支部というのがあるんですけども、まあ、だから他の国でいうと総領事館みたいなものですね。あの日本でいうとアメリカワシントンに大使館があって、ニューヨークに総領事館があるような形 その台北に日本の交流協会の本部で、高雄にその交流協会の支部というのがあって、この高雄市に去年の4月からですね、高雄の交流協会に三重県職員を派遣を、これ自治体では初めてですけれども、あの派遣をしておりますので、新たに何か駐在を置くというのはないですけども、その太田というのが言ってますので、太田をあのフル活用していただいて結構ですので、太田、はいはい、まあ、しばしが仲間で一緒に置いていただくのはそれもありがたいことですけども、フル活用していただいて構いませんので、本当にありがとうございます。本当に地域にはいつもいつも三重県民のため、ご自身ありがとうございます。でこの地方創生の非常に文化から構成から、それから建設から非常に間口広いわけで、今回は観光に特化しましたけども、今後ともまたご指導をお願いいたします。では本当に今43事業やって5年間でやるわけですけども、一番大事なのはこれまでのいろんな戦略だけでも実は結果を想定せずにやった、ただ生き生きどんどん、今回は結果を想定してその結果に至るまでのこの試行錯誤しながら、あと戻りつつやって、それを確実に実行させるのがこの地方創生戦略ですので、これに向けて動きますので、まだこれからも多々県にお願いしたいこと、相談しかなると思います。よろしくします。特に一番近いのはこのサミット記念館の今後の活用の仕方、今回うちのサミット進出のグループが言ってますけども、本当に本音の話をしながら県にもプラス、島にもプラス、伊勢島になおかつプラスという形でやりたい。一番私の思いとしては、まず三重県民が必ず来たがるところにしてほしい。それでもう一つは、三重県民が来たら次には国内の方々が島へ来た時に伊勢島サミットの姿が見える。いや、いろいろサミットはあったわけですけども、私もあちこちのサミット記念館にいましたけども、結局は記念に置いただけ、メモリアルだけ、そこからアクションがない、そのアクションができる場所にしてほしいと思います。それがゆくゆくは世界から集まってきたインバウンドに来られた方々がそこへ来れば日本が見える、それなおかつ三重県が見える、そういった施設がしてみたいなと思ってますので、これも含めてまたよろしいことをお願いします。基本とありがとうございます。ありがとうございました。まだまだご意見も頂戴いたしたいところでございますけれども、予定の時刻も言っておりますので、この辺りで対談の方を終了させていただきたいと思います。最後に知事から本日の一対一対談のお礼を申し上げます。はい、大内知事ありがとうございました。そして傍聴いただきました皆さん、本当にありがとうございました。まあ、今日地方創生という中で、まあ、メインはポストサミットとそれから観光という話を、していただきました。サミットは、当日まではもう間違いなく成功だったと思うし、そして無事故でありました。でその後やっぱりサミットを活用した街づくりをやってるねっていうふうに県外の人たちからも思っていただくためにもですね、やっぱりその志摩市が一番熱くなっていただく、あ、志摩市がやっぱりサミット一番活用してるね、それが波及して県内に行って、そして県外にっていう、県外の人たちから見てもサミットを活用してるねっていうことだと思いますので、県も一緒にサミットやってきたわけですけども、全力でやっていきたいと思います。連携してやっていきたいと思いますので、ぜひやっぱり志摩市が一番これやってるなというふうに言ってもらえるような活動を、アクションをですね、期待をしておりますので、引き続き連携をしてよろしくお願いします。本当ありがとうございました。ありがとうございました。これをもちまして一回一回と申し上げいたします。